さあ扉が開いた、スタートしました。何が出てまいりますか。さあ注目の先行ポジション争いです。ツインターボが出るのか。しかしツインターボは出ません。ツインターボは中段の後ろの方であります。さあ何が先行するか。ケーフネプチューンです。ケーフネプチューンです。牝馬のケーフネプチューンがまず先頭に立ちました。これを追いましてハナセールが2番手につけております。ただ1頭の牝馬ケーフネプチューン現在重賞3連勝中。これが先手を取りました。ハナセール2番手、3番手に早くもアマゾンオペラ、これも重賞3連勝です。グレード勝利4番手で第1コーナーのカーブ、それから5番手に上がってきたのがこれがゼッケン6番のライブリマウント。ライブリマウントが5番手に上がりました。中央の重賞3連勝中、絶好調の馬であります。早くも第2コーナーのカーブ、ケーフネプチューン先頭で向こう上面に出てまいりました。1馬身半遅れましてハナセール2番手、2番手のうち半馬身差で3番手には 8番のアマゾンオペラであります。それから上がってまいりましたライブリマウント石橋守、現在4番手に上がりました。石橋守のライブリマウント中央の馬です。それから14番のグレード勝利はかつてのダービー馬だ。このグレード勝利に並んでまいりましたのがこれが15番の一のキング、宇都宮の強豪一のキング、これが現在中段の層におります。それからウィナーズステージ変わって上がってきたのがローリエアンドレ、中央のローリエアンドレも上がってまいりました。3コーナーにかかってまいります。外回りコースの3コーナーにかかりましたローリエアンドレの後ろですが、ちょっと切れまして恥ずかすと的を踏みようが見えております。それから足毛の馬体平成シルバー中央の馬、これをかわして4番の恥ずかすトップとボールドフェイス、いよいよ第4コーナーにかかってまいりました。先頭はまだケーフネプチューンですが、これこの辺りでライブリマウント、中央のライブリマウントが抜けてきた。ライブリマウントが抜けてきた。さあライブリマウント石橋守だ。先頭に立ちましたライブリマウント、内の方からはアマゾンオペラ、内の方からはアマゾンオペラ。さあこの2頭、やはり戦前の予想通りこの2頭の一騎打ちとなってまいりました。オーストからウィナーズステージ追い込んでくるが、果たして届くかどうか。これは3番手いっぱいだ。先頭はライブリマウント、中央のライブリマウント、ライブリマウント1着、2着はアマゾンオペラ、